どうも、マークです。もうデグーちゃんがね、なんかね、もう買ってあげたばっかりのね、この砂遊び場所みたいなね、もう噛んで壊すんだよね。でも噛むのが仕事ですからね。今日も出だしからわけわかりませんが、木曜日です。木曜日ということは059まで来ました。059ですね。さあ皆さん、自粛生活の中、頑張ってるでしょうか。ね、外に出れない、飲みに行けない、遊びに行けない、もうストレス溜まるみたいな、もうストレスっていうのを汗とともに流していきましょう。そのための灯火トレーニングなんで、ね、まあでもなーなんて、僕も続いてるじゃないですか。僕がこう体張っておかしいな、お前やりたかっただけじゃねえかよみたいな、そりゃそうなんだけれど、でもこんな僕でも、こんな三日坊主のマークパンサーでも、もう59まで来てるんですよ。シャープ59まで来てるということは、やれば続くんです。でこの灯火トレーニングは続けば続くほどついてくるんで、体が健康になっていくんで、これ絶対免疫力も上がってくるんで、絶対やるべきだと思いますので、見てるだけの人はぜひこれ見終わったら001から、楽なやつからスタートしてみてください。でちょっと続けてみてください。続けていくとこう変化に気がつきますので、やってみてください。ということで今日は059、ヒップアップでしょうか、それとも腹筋でしょうか、どっちだろう。友蔵さん教えて、友蔵さん。お、こっちから来た。はい、どうも、友蔵です。今回、シャープ059になります。来たね、木曜日になりますね。木曜日だね。で木曜日ということは、はい、今日はお尻を行きたいと思います。お尻を、はい、今までたくさんお尻やってきたと思いますけども、今日は寝転びながらできる、ヒップアップになっています。お尻の横をですね、効いてきます。おで、1種目を、左右、やっていきます。はい、横に寝転がってもらってですね、ひげがね、すごいんですよ。はい、そのまま肘立ててもらって、で、膝がこう90度曲がるように、こう曲げてください。90度曲がるようにね。で足は揃えたまま、上の足を、膝をぐっと開いていきます。で閉じて、開いて、閉じて、見えますかね。ちょっとバックが暗いからちょっと見にくいから。でこれを左右やっていきます。左右、ここにね、引いてください。左右。でストレッチは、いつもの片方の足をですね、はい、乗せて、この座り方おかしい、反対足でぐっと引きつけます。ここ伸ばします。これを左右やっていきます。はい、左右やっていきましょう。いいでしょうね、今日楽じゃん。はい、曲はですね、シングル、21枚目のシングル Don't Look Back に、入っていた、Like a Prayer っていう曲があります。その曲の、TK オリジナルミックスでいきたいと思います。それ難しいところいくね。はい、では、マックさん、何か、コメントありましたらよろしくお願いします。どうぞ。はい、わかりましたね。ヒップアップですか。なんかちょっと今日は楽そうですね。なんかこのたまにこう楽なのが入ってくるって言いながら結構辛いのかな。どうなの、毎回ね、楽だ楽だとか言って辛いもんね。でもヒップアップは、一番僕は、後々次の日に、筋肉痛が残るやつなんで、まあ今日のヒップアップちょっと楽しみでございますね。やっぱりお尻がプリンとするとかっこいいもんね。夏の水着とかね。ね。ねー。はい、マックさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい、皆さん、準備大丈夫ですかね、動き方とか分かりましたかね。それでは、横に寝転がった状態からやっていきましょう。しますか。左側をね、上にしてスタートしていきましょう。音をね。音を。さあ、皆さん、準備大丈夫でしょうか。音をね。泡のシャープ059か。もしくは、シングル Don't Look Back に入っています Like a Prayer の TK オリジナルミックスを準備してください。はい、はい、それでは行きましょう。横向きにね、手こらがってください。左上から行きます。はい、用意スタート。はい、開いて、閉じて、
吸止めないようにね。はい、休憩します。お、で反対に行きましょう。アイリちゃんもやりなさい。早く早くアイリちゃんもやりなさい。行きましょう。スタート。しっかりぐーっと開けると、前開いてください。みんなに顔見せなさい。ぐーっと開く。もうちょっとこっち。ちょっとこっち。そう、お尻の横で意識して返してみた。はい、どうだった？よかった。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 よ結構しんどくなってきたと思います、うん、頑張って。はい、休憩します。反対目いきますね。やばいな、歯磨きなさい、ちゃんと。はい、休憩していきましょう。スタート。左の方が効く。え、ぐーっと開いていきます。じりで痛いと思います。頑張って。そうなんだ。だんだん辛くなってきたよ。うん、え、虫歯なんだからパンケーキダメやろ。はい、休憩です。じゃあ食べね。90度に曲げてね。90度。いきましょう。スタート。あ、これ来るね。確かに。カップ。呼吸止めないように気圧に息吐いて、はい、OK、休憩です。あと1セットね。結構痛いでしょ。頑張って。ダメって言った。いきますよ。スタート。あと10秒。はい、休憩です。反対行きましょう。え、反対すぐ行きますからね。さっき行った。スタート。こっちの方が痛い。エアポッド落ちると止まるの。オッケー、ストレッチします。お尻伸ばしていきましょう。はい、反対も伸ばします。そのまましっかり伸ばして。お尻の横ね、最初はこう、これどこに効いてんだろうっていうのが あったかと思うんですけども、何回か繰り返していくうちにね、使っているところが分かったと思います。分かる。でこれ骨盤もね、しっかりこう安定しますし、お尻もキュッと小さくなりますので、ぜひもう毎日でもね、やってみてください。
はい、それでは、マクさん、コメント何かありましたらよろしくお願いします。どうぞ。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした皆さん。ですね、僕が思うには今日やったのを、やってみるじゃないですか。そうするとさっき友澤さんも言ってたように、最初どこが効いてるかわからないんですよ。でもちょっとやってるうちに、あ、なるほど、ここが効いてるんだっていうのがわかるんですよ。で、1回目はそれでいいと思うので、次回またこれをやるとするじゃないですか、うん、また次回これをやるときに、この間聞いてたそこに集中するわけですよ、この脳みそ。だからこの運動してる時にまだ痛くなってないけれど、もうそこが鍛えられるから、そこを集中して、そこをこう鍛えるっていうことを考えながらやっていくと、より一層そこの部分が刺激されるそうです。だから常に筋、この間のこういう二の腕とかも、ただ持ち上げるだけじゃなくて、そこをこう意識しながら、そこをこう意識しながらとか、もう腹筋を意識しながらとか、やってると、そこの部分がすごい刺激されるそうなので、だから1回だけじゃなくて、1回やったエクササイズは何回かまたね、土日の時にやるとか、その時にもう1回思い出して、あー、痛かったところを意識してやっていこうっていう風に考えるとすごくいいらしいですよ。というわけで、本日はヒップアップでした。では明日は腹筋ですよ。みんなで頑張りましょう。それでは明日また会いましょうね。じゃあね、マークと友澤でした。バイバイ。